皆さんこんにちは、西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き三峡ダム、このチャンネルではほぼ毎日中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを取り上げています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。まず最初に、このチャンネルの登録者がついに25,000人に到達しました。ご視聴並びに温かいコメント、そしていいねボタンをいただき感謝しております。昨年10月からチャンネルをスタートし、今年の2月にはチャンネルがなかなか伸びずくじけそうになりましたが、ほぼ毎日続けることでたくさんの方にご視聴いただけるようになりました。8月には月間の再生回数が100万回を超え、改めてみんな大好き三峡ダムの威力を感じています。次は3万人を目指して粛々と動画アップしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。9月21日、マスコミでは伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、朝8時の時点で水位は 168.19 メートルとなっています。昨日に比べて1メートル80センチほど上昇しています。ついに168メートル台に突入しました。西安チャンネルです。ダムデータによると、三峡ダムでは現在水位の上昇が止まりません。先日記録した雨季としては過去最高水位の168メートルまで来ました。これは流入量が急激に上昇したためです。今は頭打ちなものの、依然高いレベルを維持しています。例年なら9月15日前後が雨季と乾季の境目なので、今日がどちらに属するのか微妙です。ただ入ってくる量と出ていく量の差が依然として大きいため、水位はさらに上昇するものと推測されます。洪水調節のための放流ゲートは現在閉じています。もしかしたら例年乾季の最高水位である175メートルまで上げるつもりなのかもしれません。三峡ダムの上流に位置する寸丹観測所のデータを見てみます。流入量の上昇から高止まり状態が続いていましたが、現在下げの兆候が見られます。現地も晴れていて、雨雲の動きを見る限りこのまま下げるのではないかと見ています。40キロ下流側にある義昌の観測所では随分水位が下がりましたね。以前にお伝えした通り、8月の30日には三峡ダムで発電施設がフル稼働となった件。その時の放流量は発電用のゲートだけで毎秒3万立方メートル前後でした。ちなみに今日の放流量は毎秒24,000立方メートルですから、だいたい8割くらいの発電量と推測されます。午前3時の時点で見ると、上流の観測所での流入は毎秒33,100立方メートル。三峡ダムは毎秒39,000立方メートルです。引き算をすると、ダムの直近と南の川からの流入の合計は毎秒5,900立方メートルと推測されます。上流の観測所からの流入は少し上昇、そして直近と南側からの流入の合計は減少しています。西安チャンネルです。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。17日から19日まで貯水側の映像がありません。これは昨日の様子です。そしてこれは今日の映像になります。朝日が眩しくて見えないですね。めちゃめちゃ晴れているようです。チャンネル登録いただいている方には YouTube の通知機能でお知らせした通り、中央の放流ゲートからの放水がストップしています。現地映像が復活して、じっくり見てみると、なんと放流が止まっていました。リアルタイム映像をご覧になられたい方は、概要欄に URL を記載していますので、ご覧ください。西安チャンネル防災部調べによると、三峡ダムでカバーする範囲は、赤枠のあたりと見ています。長い間、雨雲の動きを見ていると、ダムの南西あたりから、どんどん雲が発生して、三峡ダムの上流で大雨になっていることに気づきます。これは、一つのパターンのようなものでしょうか。ウィンディで確認します。三峡ダムの周辺で、現在、雨雲は見られません。先ほど、現地映像の話をしましたが、晴れているようです。しかし、木曜あたりから、また、再び雲が広がりそうで、断続的に雨が降るものと推測されます。これが月末まで、2週間近く続きそうな予想となっているのが、気になるところです。9月も後半だというのに、今年は雨は多いようです。日本列島ではしばらく晴れそうです。今日は中秋の名月、まん丸なお月さんが見れるかもしれないですね。空を眺めながらのビールもいいかも。その後は大陸の雨雲が遅れて日本にやってきます。ですから、またぐずついた天気となる可能性があります。さて、時事ネタです。ニューヨーク株式市場が急落したようです。原因は中国のあれの件。先週の金曜日にこのチャンネルでも取り上げましたが、中国の不動産大手恒大集団が経営危機に陥っている件。何でも債務整理が有名な法律事務所と接触しているらしく、いよいよかということなんでしょうかね。これを受けて今朝の東京株式市場は600円ほどの大幅な下げ、大台の3万円を割っているみたいです。株は持っていないので関係ないのですが、回り回って日本にも影響しているようです。ダムの水位が145メートルを超えても大丈夫な県。毎年6月から7月初旬になると三峡ダムの水位が上昇に転じます。するとマスコミが警戒水位の145メートルを何メートルも上回ったという報道するようです。それを受けてネットではやばいんじゃないかとざわつき出すんじゃないでしょうか。夏が来れば思い出す、毎年決壊するのではないかという話題になるようです。何か有事が発生するかどうかは別として、そもそも洪水のために水位を一定レベルに下げているので、当然大雨が降れば水位は上昇するわけです。洪水時期の145メートルを超えるというのは予定通りなので、すぐに騒ぎ立てることではないかと今の時点では思われます。ところで今年の夏、日本の大手メディアで三峡ダムのことを報じたニュースがなかったように思います。いつもならアベマ TV か富士系列が真っ先に報じるような記憶があるのですが、9月10日の件など一切ないのはちょっと不思議な感じがしています。何やら得体の知れない力が働いているのかなんて考えた次第です。三峡ダムのプチ情報を動画2本にまとめてみました。よろしければご覧ください。ダムの建設で洪水は減ったのでしょうか。結果的には依然として大洪水は発生しています。2020年は80年ぶりの大雨に始まり、5度の大規模な洪水警報が発表され、三峡ダムを通過していきました。昨年の度重なる大洪水で、ダムへの負荷はさらに蓄積されているでしょう。引き続き、見守る必要はありそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。こっそりメンバーシップも始めてみました。それでは次の動画でまた。